ご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は回し寿司かつ船橋シャポーテンについて触れてまいります。手頃な値段で良質な寿司を提供すると評判の回し寿司かつが千葉県に初進出です。船橋駅ビルシャポーの4階に回し寿司かつがあります。オーダーは最近主流のタッチパネル式となっており、皿のカテゴリーも豊富です。当然お金のない私は左側の白皿から攻めていきます。まずはカッパ巻きと赤身の握り方スタート。カッパ巻きに使われているキュウリが実に新鮮でした。続いてハマチとイカ、安定の美味しさです。最後は縁側と甘エビ、合計6皿注文しました。これだけの内容にかかわらず、なんと1000円でお釣りが来ました。これはヘビーローテーション間違いなしです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ごきげんよう。さようなら。